リソナ銀行本社ビルは、日本の大阪府大阪市中央区貧乏町に丁目に、所在する超高層建築物である。別称は、旧大和銀行本店ビル、リソナ銀行本店ビル、リソナ銀行大阪本店ビル、リソナグループ、大阪本社ビルなど。リソナ銀行の前身である。 大和銀行では、同行が全称号の大阪野村銀行であった1924年以来、同年に、同行の本店として建築された、堺筋野村ビルディングを本店としたが、同行では、同建物を大和銀行本店ビルとして建て替えることを決定したので、同建物の新館、旧館及び付帯施設を取り壊した跡地において1991年7月、竣工した。 大和銀行は2003年に朝日銀行と合併し、リソナ銀行となったので、リソナ銀行本社ビルと解消された。合併後は同行及びリソナホールディングスの大阪本社が置かれていたが、リソナホールディングスは2010年6月25日をもって東京本社を陶器上の本店に変更した。2015年12月には、 系列の近畿大阪銀行の本社機能を併設している。旧所在地は2016年5月までは本店営業部の窓口が継続設置されるが、それ以降は南本町に移転したため、当ビルが関西未来フィナンシャルグループの本社ビルとしても機能し、近畿大阪銀行の旧本店があった OBP キャッスルター宛棚は大阪近隣における グループの BPO 機能などを集約した、リソナグループ OBP オフィスビルとされた。鉄骨鉄筋コンクリート構造及び、鉄骨構造の地上25階、地下4階建て、高さ121メートルの超高層であり、敷地面積は6322平方メートルに、して、延べ床面積は6136平方メートルである。設計は、安井建築設計事務所、 東端建築事務所の2社からなる設計共同企業体によるもので、敷地には植え込みを排した公開空地が設けられており、同年の大阪施設緑化賞優秀賞を受賞している。また堺井筋、野村ビルディングの柱の一部も保存されている。ありがとうございます。